はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。河合の GS30 が久しぶりに入ってきました。もう名機中の名機と言われてるですね、河合のがもう渾身の力を込めて開発した新しいグランドピアノ、新しいっていうかね、作ったのはだいぶ前なんですが、設計が違うんですね。で、もともと河合はですね、KG シリーズという、古くからの河合トーンと言われる、河合のピアノらしい優しい柔らかいね、包み込むような音のピアノを作ってきたんですが、世の中の流れとしてやっぱりコンサートグランド、コンサート用のピアノといえば、スタインウェイですよね。で、やっぱりそのスタインウェイとかを意識したピアノ作りもやってみようということで、開発したと聞いております。 GS シリーズ、今まで KG シリーズというのが一本でずっと来たのが、 GS シリーズというのにこう2つに分かれたんです。で、並行してずっとありましたね。で、その GS シリーズがすごい明るくて、ブリリアントっていうのかな、伸びがあってパワーがあって勢いがある音なので、まあもう絶大なるファンがついたわけですね。で、その2つの流れでずっと来たわけですね。で、KG シリーズは RX シリーズという形で流れがこういったわけですが、今も RX のね、そのシリーズはあるわけですが、分かれた GS のシリーズの方ですね。ここはですね、CA というシリーズに変わりました。CA40、CA60 というね、やっぱり明るくて伸びのある、パワーのある音なんですね。ちょっと、ハイグレードというか、成功で言うと、このグランド成功みたいなね、そういう流れに変わってきたわけですね。そして、トヨタで言うとレクサスみたいな感覚ですよね。で、その CA シリーズがものすごい人気があったもんですから、この後 NX シリーズでなったわけですよ。で、NX になったら今度はキンキンキラキラした音から、本来の河合のピアノらしい優しい音にちょっとね、回帰したっていうか戻ったんですね。で、戻って KG シリーズと並行してあったわけですが、その優しいけども伸びがあってパワーがあっていうその音を引き続きながら、そして開発されたのが茂河合という、こういう流れと私は把握してます。間違ってたらごめんなさい。私はもともと河合の社員なんで、その辺がちょっと分かれてずっと言ってる並行のところを社員時代過ごしてきたので、もうその音の違いとかタッチの違いとかね、よく分かってるんですが、その一番の初期のモデル、長くなりましたね、 GS のシリーズの中で一番売れた GS30 が入ってきましたけれども、さらに今回入ってきたのは特注なんですよ。何が特注かというと、なんと象牙が貼ってあります。象さんの牙を薄くスライスしてね、コンサートホール用の舞台用のピアノにしか、もうほとんど日本国内にある在庫でしかねできないので、そういうところにしか貼ってなかったものが特注でこの GS30 に、この象牙が貼ってあります。で、また状態がすごく良くて、あんまり黄色く変色してないですね。状態がいいです。これに黒炭をちょっとね、つけたらもう最強ですよね。ここのところは今まで通りのあれですがね、プラスチックですが、ここが象牙なんですね。象牙のピアノになります。だいぶ話が長くなりましたけど、それだけこの GS はすごいということが言いたいんですが、状態めちゃくちゃいいんです。めちゃくちゃいい。ペダル3本ですね。こういう状態、傷はほとんどありません。擦り傷がちょっとこの辺ね、ちょっとあるぐらい、これホコリや、ほとんどないですね。ここの蓋の上も綺麗ですし、中もねこんな状態です。もちろん鏡板割れなんかね、可愛い山はねほとんど割れませんが、鏡板割れありませんが、こういう状態です。すごくいいですね。絶品って言ってもいいぐらいです。本当にこれ買った方は幸せだめですよ。 GS30 製造番号は1275700になりますね。それでは音を聞いてもらいましょう。2007年一発目の動画になるのかな。お正月過ぎて、このお正月の間に私いつもね巡り合いしか弾かないので、楽譜通り弾くのはね、ちょっと練習しました。アンドレ・ギャニオンの愛に包まれて、多分間違えると思います。
んとか最後まで弾けましたが、めちゃくちゃいい曲ですね。初めて披露します。はい、河合の GS30 絶品のグランドピアノ、象牙の特注ピアノということで力入ってます。ご希望の方はぜひ京都まで弾きに来てくださいね。今の動画でもう OK ということは方はすぐに押さえてください。多分すぐなくなると思います。河合の GS30 のご紹介でした。それではさよなら。